住吉踊り、住吉踊り、または住吉踊り。住吉踊りは、大阪の住吉大社のお田植え神事に行われる、住吉のお田植えの踊り。戦国時代の頃から、住吉神宮寺の僧が、京阪の拡張村を回って肝心したことから、有名になり、江戸時代には、小記坊主の安人坊主らが、大道芸として全国に流布し、カッポレ、万作踊りなどに影響を与えた。 カッポレなどを、住吉踊りと称することもあるが、大道芸としての住吉踊りは、伊勢温度や法年踊り、小森踊りなど、民間踊りや俗用が混在しており、本来の住吉踊りとは異なる。名所江戸百景の日本橋通り一丁メリアクズの中に、大道芸になった住吉踊りが描かれている。住吉踊りの大きな傘を派手に飾り、その後ろに、三味線引きが従い、 数人で門付けした。祭祀としての住吉踊りは、神宮皇后が三観より外旋の折、泉州七道が浜に上陸したことを祝い、海浜の漁民が天下太平を謳歌し、喫島米を舞ったのが始まりとされる。中世には農民たちが稲の虫をや役払いの意を込めて、五穀豊城を祈った農民舞踊となり、住吉神宮寺の僧が庶民の安全繁栄を祈った踊りとして、 京藩諸国を巡歴し、肝心した。頂上に御手蔵をつけ、縁に幕を垂らした大傘を立て、手の割りだけで傘の柄を打ちながら一人が、温度取りとして歌い、縁に幕を垂らした菅傘をかぶり、口を白根ので隠し、手に内輪を持った四人の踊り手がその周囲を回る。四人の踊り手が、心の字を表し、中央の温度取りの一人と足して、必ずの字となる。 五人が一つの傘の中で歌い踊るのは、天地五行を象徴し、衣装にも、紅、白、紫、黄、黒の五色を用いる。神仏集合によりもともと僧が踊って感じにした、ことから、踊り手の衣装も、僧福を模している。傘は、仏法の天外を表し、この世界に住む、誰もが心を本とし、神仏が三家を守るという意味でもある。 歌詞は神へ豊作を願う内容で、音度の掛け声、イヤホエは、音苗坂栄を転化したものと言われる。廃物希釈により、明治4年に、住吉神宮寺が廃寺になったため一度途絶えたが、約50年後の大正10年に、地元の勇士が伊勢神宮参拝団、楽勝会を結成し、絶えてしまっていた踊りを古い資料などにあたって、復興させ、 住吉大社のおた上真珠の宝の踊りとして復活した。大道芸としての住吉踊りは、住吉神宮寺の僧都が始めた、肝心の踊りを、京藩の元人坊主らが物乞いのために学び、俗心を唱えて大笠の柄を叩いて歌い踊って、金銭を得ていたが、次第に滑稽な歌や踊り、芝居の振り真似なども加えて見せ物化していき、それが江戸から諸国に伝わっていったとされる。 古書の記述によると、聖徳年間の1710年代にはすでに、住吉神社とは関係なく、大阪町町の非人らが傘と菅傘に赤い布を、つけてお祓いの初保虜の名目で物声を始めたもの、とあり、その後人寄せのために、見せ物色を強めていき、名古屋では19世紀前半の文政頃から、義太夫や文豪説、信頼説といった音楽や、 墨吉踊り以外のモノマネも加えた興行が人気を博し、江戸では橋本町の岩人坊主が墨吉踊りを変形させたヤートコセブシ踊りを流行らせた。天保2年に江戸中村座で初演された歌舞伎舞踊、六花線姿、綾の奇跡の幕では岩人坊主が踊ったチョボクレやヤートコセブシに変じた墨吉踊りが登場し、 住吉様の岸の姫松めでたさよ、いさめのご祈祷清めのご祈祷殿下大平国土安穏、めでたさよと歌い、大傘とともに、坊主たちが踊る場面があり、人気の演目として、今に続いている。大道芸の住吉踊りは、明治以降も、法官の座敷芸や、落語からによる寄せ芸、江戸住吉踊りとして、あるいは万人踊りなど、郷土の祭りの芸能として引き継がれている。 ありがとうございます。